後半、番組としても後半なんですけど、まあ、本としても後半で、うんうん、まあ、いよいよ、まあ、保守からネトウヨが生まれるのが後半なんですが、いや、まあ、先生ね、やっぱ近現代史の本とかね、まあ、たくさん書かれてる、うん、まあ、自分なんかも非常に勉強になる、はい、まあ、まあ、その中でね、この本っていうのは、はい、まあ、まあ、自分は非常に面白かったんですが、はい、なぜ書かれたかっていう動機ですよね。書いてる最中に、うん、自分がなんでこんな本書いてんだろうと思って、うん、心当たりが振りすぎて忘れちゃったんですね、うん、で後書き格段になって、あ、そうだ、去年、うん、桂太郎を抜くか佐藤へ、さすがに佐藤栄作でいたら辞めるだろうから、うん、いい加減アメさん辞めてるだろうから、うん、でどうせまあ7年もやって何もできないから、8年やって何もできないから、うん、まあ、安倍さんが辞めるだろう時に出そうと、うん、総括本を出そうと、うん、言って書いてたと。そうそう、ポイントはやっぱり安倍内閣。そうですね、うん、まあ、そこから発生してポイントは3つほどなんですけど、やっぱり皆さん知りたいと思うのは、うん、まあ、安倍内閣8年間でもう保守とかネトウヨとか言われてる人たち、うん、ネトウヨって言われるだけ差別だと怒る人いますけど、うん、8年も権力の側にいて何もできてないんですよ、びっくりするぐらい、うん、じゃあそれなんでなんだろうっていうところで、うん、まあ一つはその安倍内閣8年間の総括、まあ、応援団の総括ですね、うん、まあ、それは実は今の応援団の減少だけ見てたってこれもダメなんで、うん、その源流を、まあ、近代史っていうのは昭和20年8月15日からネトウヨが発生するまでで、うん、ネトウヨが発生してからが現代史っていう本なんですけれども、うん、まあ、その歴史の前提から遡ってやっていこうというのが一つ、うん、安倍内閣8年間の総括、うんうんうん、で2つ目に、じゃあなんでそういうネトウヨとか、うん、まあ、パユクっていう言葉は私も普及者の一人なんで、ああ、はあ、うん、まあ、パユク対ネトウヨってな、延々その結局反安倍か、うん、反安倍の二択なんですよ。まあ、そうなるほどね、うん、結局安倍という存在に向かってアンチを言ってるのと、うん、その人のアンチ言ってる人と、うん、まあ、一人だけその反安倍の悪口言って、うん、暮らしてる人がいますけど、まあ、そういう不毛なのやめようと、うん、やっぱり間違った二択しかないと絶対正論が通らない、うん、これダメだろうと、うん、で3つ目はですね、うん、まあ鍵括弧付き保守、うん、まあ、前回お話した、うん、前半でお話しした保守の皆さんって、うん、やっぱり、まあ、具体名を挙げると渡辺壮一さんとか西岡幹事さんまでは、うん、一貫して言論を続けてきたかとか、うんうん、言論の正当性が問われているわけですし、うんうんうん、渡辺壮一さんや西岡幹事さんっていくら批判されてもそこは守ってるわけですよ、うんうん、少数派としてずっと戦って正論を言い続けてきてるわけなんですよ、だから尊敬されてるわけなんですよね、うん、ところがその安倍内閣の8年間のちょっと前ぐらいから、うん、結局左の悪口言ってたら何でもいい、結局その出版、うん、本出した本の部数とか、うん、ネットのアクセス回数とかで威張ってんだけど、うんうん、じゃあ申し訳ないですよ、引き合いに出したあれですけど百田直樹さんって司馬遼太郎さんの部数に放り込んだ南部ですかと、うん、もう平成最大の作家と言われて百田さんでそれなんで他の人って全く意味がないわけですよ、うん、数だけなら、うん、でネットで100万アクセスだって言ったって、うん、まあ視聴率地上波の話は 1% だし、うん、ネットで有名人だって威張ってる人が小泉今日子一人が出てきたら勝てないし、言論の内容でも検察人事で負けてるわけですよね。じゃあこれってやっぱりちゃんと総括しないとダメだろう、うん、まあ、まとめると、まあ、安倍内閣8年間の総括、うん、ね、反安倍と反安倍の二択でしかなかったということ、うん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 、で3つ目、現代の左の悪口だけ言ってりゃいいっていう人は言論の正当性を問わなくなっている、うんうん、まあ、正当性と一貫性ですね。一貫性ですね、うん、非常にね、その自分なんかもね、その、まあ、感じるというか、まあ、前半でもお話ししましたが、私はもう古い時代のことしか知りませんから、はいはい、今こういうことを語ったのはおこがましいんですが、はい、環境問題をやり始めてから大変違和感を持ったのね、はい、例えばその自然を守ろうとか環境を守ろうっていうのは左翼であるっていうようなレッテル貼りをされるんですよ、はい、だから私は左翼って言われたことは何度もありますし、うん、それで例えば長良川の河口堰とかね、諫早の埋め立てっていうのはそれは環境を守ろうとしたら守ろうとするのは当たり前だと、うん、ところがそれを言うとその左翼だっていう、その言うような連中が保守を名乗ってたっていうね、うん、はい、そういう事態っていうのがあって、要するに勝手のイメージの左翼を批判さえすればいいんだっていう風潮が非常に強まった
っていうのを感じたんですよ。だから右も左もステレオタイプで、いやこれ右だけ批判してる本じゃなくて、そんな右に勝てなかった、右に負けっぱなしだったパイオクの皆さんはもっと批判してる本なんで、そこは勘違いしないでほしいんですけど、だから結局相手の悪口しか言ってない。そうなんですね。そのしかもそれがステレオタイプでね、こういうことを言う人間はこうだと、まあ、そういう、こうレッテルを貼ってしまって、いやだから私なんて、あいつは安倍信者だとか言われたり、あいつは安倍さんの悪口ばっかり言ってるってどっちなんだと、8年間言われ続けましたもんね、まあ、最初の1年ぐらいは新安倍でしたけど、だからまあそういう意味で言うとね、その、まあ、言論人がね、どういう正当性を持ってるかみたいなね、そこにこう出てくる、まあ、ぶち当たると思うんですよ、で結局そのいわゆる保守とか、あるいは革新っていうかリベラル、あるいはまあ左翼右翼、みんなそうですけれど、あるイデオロギーがあるっていう現在の立ち位置でこうやってるわけですよね、でそれがやっぱりそうすると一貫したものがないと、と例えば保守で関して言うと、ソ連が崩壊するまでっていうのは一応反ソっていうその一つの括りはあったわけです、そうですよね、それがそのタガがなくなると突然バーッと割れ出して、で今その保守じゃない人を見つけるのが大変な時代になってしまったと、まあある意味そういう時代になったわけですね。だからその浅沼が始まった時とね、現代の違いっていうのはまさに今逆に言うと、左翼を純然たる左翼の人を見つけるのが大変な時代になったんじゃないかっていう、いやでもその左、純然たる左なんてもうほぼ絶滅してるんですよね。ないでしょうね、ところが左の悪口言ってる人が右で正しいんだみたいな言論が言ってて、まあそれで私は右左だけじゃなくて上下も見ようって言ってたんですが、あえて今回は、あの上下って概念封印しました。なるほどね、あえてそこは、私はネット用っていうのを全然知らなかったわけですよ、なので、まあ、これで随分勉強になったし、最初に申し上げましたように謎がね解けた部分が随分あって、あなるほどそういうことなのかなっていうね、まあでもそれが例えばもしタイムマシンでね、その50年前に行っちゃうと、おそらく全てまた保守とかね、タカ派になってしまうというくくりで言われるんだろうな、みたいなね、まあ、その辺というのはやっぱり非常にこうかえって自分なんかそういうふうにその長いことその保守の世界って知らないできましたから、で突然その大学時代に戻って、大学時代の自分がこれを見た時にね、何を感じるかって新鮮さが随分あったんですよ、いやだから、逆に未来の人が、今の保守系雑誌にて、なあ天皇は安倍さんに逆らうなっていうのを見てどう思うかと、いやそうなんですよ、10年後20年後ね、その人が見てどうなるか、ここにも出てこないですけど、例えば、統一教会原理研がね、極右だって言われてた時代があるんです。実際そうでしたしね、まあ、そうだったね。だから今その例えば韓国の批判するのがまあネット用だってことになった時に、まさに今弱の間いかんっていうね、そこはもうかなり削りましたけど簡潔にまとめました、結局その韓国に対して保守は親韓だったのが今保守が反韓だと、であっちの方も事情もあるんですよね、そこはちゃんと丁寧に描かないとという、逆に朝日新聞が韓国は悪魔の帝国みたいに、アジアヒトラーとか言ってたのが、新韓国になったんで、逆に保守は逆の立場を取ってるだけだ、あとねやっぱりその共産主義がもう弱まったとほとんど存在しない状態になってしまったっていうことがね、非常にそのこういう現状の大きな、だから例えば北朝鮮が強力だったらば、また韓国とくっつく可能性があるわけです、ところが北朝鮮があんな状態ではね、ほっといてもいいだろうと、いうことになれば今度はそのお互い違和感を見つけてぶつかり合うと、そうすると自民党がほっといたね竹島問題なんて、突然こうバーッとこう火を吹くっていうね、あとやっぱり自分なんかもその確かに最近の韓国は非常に鼻がつきますからなるほどもっともなっていうことも非常にあるわけですよ、でただネトウヨと人たちがもうなぜ出てきたのかとか、っていうか私が気がついたらいつの間にかたくさんそういう人たちがいたっていう、それなんかやっぱりこれを読んでるっていうのは面白いっていうね、なるほどなっていうね、ことですよね、
これ整理したのは先生が初めてじゃないですか。いやもう誰もしてないんで私がやったんです。そうですよね。逆に星の中で、うん、生活してる人はできないし、うん、中にいないと分かんないことなんで、うん、もう世界最初の貴重本ですよ。いや貴重だと思いますよこれ。だから、うん、もうどのページのどの部分出しても公益性がないんですけど全部足したら公益性が生まれるっていう不思議な、ゼロを足していったらいきなり無から有が生まれたってすごい不思議な体験しちゃってですね、うん、そっかってこういうことを語ること自体に公益性がないんだと、うん、いやみんな面倒くさくて調べたくないじゃないですか、うんであれですか、やっぱ安倍内閣がその出てきたあたりというのが、うん、その SNS がそのワーッと拡散するのと重なってるんですかね。重なってるんですけど全く活かしてないです、うん、最初活かしてないということが、まあ、読み取れるようには書いているんですけど、いや SNS の世界は、まあ、また知りませんのでね、はい、まあ、何しろ源平時代とかね、そういう時代の人間かは知らないわけですよ、でまた逆に言うとそのお前だってね、その戦国時代だのね源平やってる人間がね、なんでねこういう保守の話するんだっていうね、うん、批判を受けそうなんですけどね、はい、でもまあ例えばお笑いの人がその加わってたりとか、うん、まあそのさっき小泉京さんが出てきたりとか、はい、まあそのそういうふうにいろんなものが何でもありで出てきたっていうのはやっぱりね、あの SNS っていうかね、うん、そういうものを聞いて、そうなんです、まあ、YouTube で、うん、まあ、本人も改めて、まあ、立場書いておいたんですけど、うん、チャンネルクララっていつまで経っても1万アクセス超えないのは困るけどっていうだけの基準がある、うん、まあ、1万って YouTube でそれ切っちゃうと存在しないっていうだけの数字なんで、そうなんですか、そのと、まあ、という数字がかつてあって、うん、今は微妙に違うんですけど、うん、まあ本当昔私趣味でウルトラマンエースの番組とかやって、それそういうのはダメだろうということで設けた基準で、まあ、やっぱり単に自己満足だけじゃダメだということで設けた基準なんですけど、でもそれさえクリアしておけば質だけにこだわっていると、うんうん、でもうやるようによったらそれはまあ10万アクセス100万アクセスって、うん、で他で個人でやったり団体でやってる人たちも、まあ、内心じくじたる思いでやってるところあるんですよね、うん、韓国の悪口言ったらアクセス増えるけど言いたいことだと全然増えないやって、地上波と全く同じことやってるわけなんですよ、実は縮小再生産して、うん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 、でそれでまあ今漫才師っておっしゃいましたけど、実名上げちゃうと中田敦彦さんがいきなり出てきて YouTube 大学ってやると、うん、まあ、はっきり言って中田さんの方が全て の保守チャンネルよりも人気あるんですよね、うん、その時に保守の人たち何言ったかっていうと、うん、言ってること間違ってるって急にそこだけ言論の正当性出てくるんですよ。あ、なるほどね。一貫性で言うと、うん、その芸能人の皆さんが検察人事で、うん、その安倍批判始めた時は分かってないのに黙ってろって言いながら、うん、応援してくれる芸能人のことは持ち上げる。あ、どこにも正当性と一貫性が問われない、うん、まあ、これはいかんだろうと、うん、じゃあそれどこから出てきたかっていうと、例えばちょっと話戻りますけど、うん、はっきり言ってがなわけですよね、うん、しかもでやってた人がで、うん、だっていうことがあっという間バレちゃうわけですよ、うん、でじゃあなんでそんなではっきり言って、まあ、ちゃんとした本もいっぱい書いてるんですけど、うん、そんな人がなぜそういうことをやらなきゃいけなかったかっていうと、やっぱり左がいかに理不尽な言論の正当性を問わないやり方で勝ち続けてきたかっていう歴史知らないと上がらんだろうと、うんうんうん、まあ、本田勝一さんとのね論争なんか見てるとね、論争じゃないですもんね、あれはね、もうはっきり言うとひどいなと思ってね、はい、要するにお前偽名使ったんだろうってそれしか言ってないんですよ。そうそうそう、単なる人格攻撃と、うん、圧力ですもん ね政治力使った圧力だけですもんね、うん、で朝日新聞に俺らの方が人気あるだろうこの産経新聞がとか言って、うん、泣き寝入りしてる時期ばっかじゃないですか、うん、殿岡先生なんかもね、はい、本田勝一さんに訴えられたりしてね、はい、まあ、ただ逆に言うとそういうことを調子に乗ってやってたから足すくわれるっていうようなところも、まあ、逆に言うとすくわないと勝てなかったっていう、うん、逆に言えば、うん、その今鍵括弧ね同様と言われている人たちは、うん、昔左にやられてたことをやり返してるだけなんですよね、うん、でその安倍内閣8年間でちょっとはしゃいじゃって、うん、で安倍さんがいなくなったら何言っていいか分かんない、うん、うんうん、だってまず一番何言っていいか分かんないのは、うん、菅さんに対してどう言っていいか分かんない、まあ、だって最後検察人事の時に、うん、結構立派な人が、うん、しかも、うん、検察を取材してる人がですよ、うん、ちゃんと私が尊敬してる人が、うん、さんですよ、うん、さんがのはだったんじゃないって言いましたよ、よう言うわと、まあ1回言っただけなんで残ってなかったらごめんなさいですけど、じゃあその〇はのでだったらどうするんでしょうね。いやね、どうするんでしょうね。
さんでそれだったらもう他押してしるべしで、うん、はい、まあ、自分なんかあの自民党の総裁選は、ね、人材がいないんだっていうことをね、うん、感じるしかなかったですけどね。結局一回、うん、座敷牢に封じ込めた菅さんに出てきてもらうしかないし、うん、で今菅さんは二階さんと組んでるから親中だとか親中支持者だなとか、うん、まあ、親中支持者は確かに竹中さんの下で竹中さんより規制緩和やってたんで、うん、まあ規制緩和やるのが親中支持だったらそれでいいんですけど、うん、でも菅さんがこのまま二階さんを重用するか、うん、切るかって分析すらできてない、うんうん、まあ、そういうのはね、その、うん、まあ、逆に言うと自分は全然知らない世界でしたから、はい、大変この本の中でね、うん、ともかくそのネトウヨって何なんですか、どうやって出てきたんですかっていうのは分かんなかったですから、はい、あのこうやって出てきたよく分かりました。なるほどなって、うん、だから安倍内閣っていうキーワードがね、うん、非常に大事だっていうのはね、うん、まあ、それで初めて知ったというか。そうなんですね、うんうん、ネトウヨはいかにして生まれしかみたいなタイトルでもよかったんですけど、まあそうですね、まあ、逆に言うと前半とね、前半の部分は非常によく分かって、はい、まあ、後半の部分はもう本当勉強ばっかりだった。ありがとうございますそういう感じで、できればブリタニカの前身みたいな作ってもらいたいなっていうね絶対嫌です。嫌ですか。もうこれ一冊で打ち止めです。そうですか。でもそれ売れると思うんですよ、みんな好奇心ありますから。いや、この本が売れたら、うん、そうです、はい、なるほど。あの一種格闘技戦ですので、ぜひお願いいたします。ということで、宇中先生お付き合いいただきありがとうございます。